TM 山下の鉄拳アタということでですね、元気ですか皆さん。久しぶりです。久しぶりですけど元気です。元気です。はい、トミさん最近、はい、オフライン大会2連覇なされたそうで、はい、なんかイメージとしてはそんなにバリバリ鉄拳やってるような感じでもないのに、うん、勝ちますね。あの、気づきました。何ですか。精神論です。精神論なんだ本当にこれはそう、だって自分は強いんだから、そもそも、うん、その強いままを出したら勝てるんだから。なるほどって思いました。いくら練習しようが本番でその出さなきゃとか思うんじゃなくて、なんかでもね、これ一個逆に良くない理由があるんだけど、はい、今年って本当に世界を回りまくってワールドツアーを目指そうと思ってた年じゃないわけなのよ、はい、個人的には。なんだけど日本の道場はひとまず出よう、はい、そこら辺で出て、もしあれはよくばポイント獲得できたらっていう気持ちの落差があるがゆえ 100% でやれてる。なるほどね。なるほど。これはね、やっぱ海外行くとさ、8残らなきゃじゃん、まずは。ね、そう、変なプレッシャーがだから一切なかったんで、うん、うん、なんか疲労感とかもないから。そうなのよ、もう家帰って、そう、なんかね、負けなかったね。すごいですね、はい。しかも2回目とかは結構余力を残してというか、うんうんうん、両方ともウィナーズのまま勝ってるんで、負け今のとこないっていうのは素晴らしい内容ですね。おめでとうございます。ランチュに勝てるようになったのでかいんよ。そうだね、昔も結構勝率悪かったですね、ランチュ。あいつの鉄拳嫌いなの、本当に。なるほど、そう、嫌い、うん、どういう鉄拳ですか。わかんないんだよ、わかんないやつ嫌いなの。わかんないやつ嫌い、わかんないんだなんかでも、とにかくタイミングを変えた話が多いから、うん、タイミング変えても何もしないっていうのを心がけてったら勝てるようになります。守りの伸び、そう、そう、ランチの時だけはちょっとそういうのを変えたりとか。なるほど、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。タケさん、はい、最近何か変わったことでありますか。最近僕今年入ってすごい体調を崩すようになりました。あ、そうね、はい、なんかで近況的には僕は鼠径部のヘルニアになって。そう、鼠径部って。鼠径部という鼠径部です。鼠径、難しい漢字書くやつで、鼠径って。あ、分かる分かる。なんか悪いことしたんじゃないですかそれそんなとこめったな。ヘルニアになりまして、はい、まあ、どういうことかっていうと、はい、まあ、いわゆる脱腸したという。脱腸して、脱腸ってヘルニアっていうのらしいです。脱って脱着の脱に腸が、そう、あの腸だから、腸が抜けるってこと。腸が脱走したんですよ、僕の体から。え、飛び出たんでしょ。飛び出た。やば。それを治める手術をね、したと。しました。日帰りで。だって痩せたね、彼。日帰りで退院。まあ、それも痩せたというか、やつれだよね、これ多分。やつれか。だって、まあ、今年やばいよね。今年ね、そう、やばい。コロナにもなったし、うん。で、終わった後も変な風邪になった。変な、なんか扁桃炎とかにもなったし。うん、で、脱腸するし。え、なんか、いいことはないですか。え、カブトムシ飼い始めた。カブトムシっていうのも、虫キングになるの。あの、聖地がね、誕生日だったんですよ、最近。おー。で、昆虫が欲しいと。昆虫が欲しい。いや、いいね。虫が好きなんで。へぇ、僕は虫大嫌いなんだけど。だよね。でも、不思議とね、愛着が湧いてきて。なるほど、カブトムシに。かわいい。でも、ついに聖地は、要は生き物の尊さを学ぶとき、ね、尊さかどうかは分からんけど。やっぱでも、命の大事さを知ってほしいね、それ。昆虫で、うん、そう。知れるんだ。やっぱ、悲しがってほしい、もし。ああ、そうよ。行ってしまったときに。パパもう一回買ってとか言われたらもう、いやもうちょっと考え、危ないよそれは。いや俺もね、小さい頃ね、メロンに顔を描いて、それで冷蔵庫で毎日開けた時、そのメロンと顔を合わせるのが好きだったんだけどある日、そのメロンが真っ二つになっててさ、号泣したい。そのでそこで尊さを学んだ、生命の。いいしょ、昭和の学び方だよ。誠一君にも元気に育ってほしいですね。まあそんな感じで僕は。チーム山沢が、はい、例えばまあ3人で配信やるとかたまにやりますけど、まあ、それも週1やるとかね。面白かったよね、でもあのゲームね、あの、はい、アウトラスト、ね、面白かった、うん、だけど、まあ、やってる時は面白いんだけど、なかなか
やっぱ頻度が少ないし、うん、週1回やろうとか各週1回やろうっていうのも遂行できてないところが、はい、うん、あります、はい、あとは、はい、いつしか僕がこのチームのまとめ役みたいな立場でいたつもりだったんですけど、まあ、それぞれさ、ほら仕事もありの生活もありのですね、まあ、個人での行動が最近ちょっと増えている、まあ、これは悪いことではないんですけど、なんでちょっとここはもう一回キュッとね、キュッとよチームをね、まあ、チームとしての一体感というか連携というかそういうのを持ちたいなと思って、そこで何をもってして僕らがまた一つになれるかっていうのを考えたんですけど、もうね、頼るしかないと思った。外注に頼る業者頼る、なるほど、ちょっと頼るか、外注するしかないな。俺たちだけでは解決できないことなんだ。もうこれは結局なんか僕がやろうとしても僕もなんか自分のことがあるので、うん、おろそかになってしまって口だけになっちゃってるんですよ。認めます、それは。なんで外注しようかと思います。なんて言うんでしょう、変な意味ではない刺激が欲しいなと思って、新しい環境に僕らは入っていくべきだなと思って、うん、今回ですね、マネージャーさんを一人お願いすることになりました。しかも、はい、ついに来た、しかも女性です。にょ高校にょにょ来た。高校時代、はい、部活とかやってました。やってました。めちゃめちゃマネージャーの前で格好つけてました。あ、何部だったんですか？サッカー部です。サッカー部活やってました。僕は中学の時やってましたね。やってた。何部？バスケ。バスケ。なんかその、僕は軽音部だったんですけど、ずっと軽音部マネージャーはいなかったですが、ドラムとかやってたもんね。そのやっぱマネージャーがいる部活ってすごい羨ましかったです。うん、確かモテたかったよ。キラキラしてて、うん、なんかそのマネージャーからよく思われたいから活躍しようと思ってこそれんしたりね、するんでしょうか。マネージャーの前でめちゃめちゃみんな真面目になる、そこだけは。そう、はい、だから私たちがチームワークを上げて、これからまたね、日本一、いや世界一のチームを目指していくためですね、私たちにはマネージャー、そして青春が必要なんだなと思いました。はい、なので、まあ、そう、一応大丈夫、結婚してるけど青春は確かに大丈夫だよね。はい、うん、でこの後紹介したいと思います。はい、はい、というわけで、マネージャーさんに入ってもらいましょう。どうぞ、はい、こちらどうぞ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よく見るね。お二方に、紹介させていただきます。はい、本日からチーム山沢のマネージャーとして入っていただきました、さきさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介だけしてもらってもいいですか？簡単な、あ、自己紹介を。もう本日からチーム山沢のマネージャーになりました、さきです。お願いします。よろしくお願いします。すみません、どうしたんですか？素晴らしい。いや、いや、ちょっとマジでチーム山沢が2016年にできてからまさか女の子が入ってくるなんて思わなかったもんね。そうですね。マネージャー、そう、俺らは誰かが減るのかと思ったら一人増えた。これ山沢儲かってんじゃないですか？山沢儲かってる。あのですね、はい、まあおろそかになりがちだですね、うん、ツイッターの更新とか、うん、まあ、私たち個々に入る案件とか多いじゃないですか、はい、私に実況とか解説の仕事が来たり、イベント運営、のびさんに大会出場の話が来たりとか、そういうのが個々の仕事があるので、そういったものの管理とか、うんうんうん、あとは、まあ、交渉とかもしてもらいますね、はい、あと鉄拳アタックのこの動画編集とかもしていただくんですけど、うんうん、まあ最大の青春はやっぱり私たちのその、まあ、青春パワーをですね、ちょっと思い出させていただくことがいい、よくわかんないこと言ってるんだけどさ。でね、でさきさんはもともと私たちが岡山でイベントやった時に、そのイベントの運営のお手伝いをしていただいた方なんですけど、そこで出会ったんですよね。俺ら終わった後にさきさん、これ全然知らないと思うんですけど、あの人マジで優秀だなって話になって、いや、本当これ冗談じゃなくて、僕らが会ったことないタイプの人種だったんですよね、うんうん、なんかだいたいイベントとか行くとイベント運営会社さんが、あれ、のびさん、これが台本ですとか、これが音響で、これがマイクでとか、そういうのイベント会社さんのいろんな人がやってくるんですけど、それを全部一人でやってた女性の方がいて、しかもその台本もなんとその人が作っていると、はい、しっかりとした台本が
その女性の一人によの力によって作られていて、配信のミスもほぼなかったもんね。そうですね。あとお手伝いの大学生さんへの指示とかも、うん、指示出しとかもしてて、音響とかもできて、うん、カメラとかもなんかやってたので、全て運営系のことを一人でやられてる方がいらっしゃって、うんうん、今回、まあ まあ、そういった運営系の方にもお力を貸していただきたいと思うんですけど、まずは私たちのマネージャーとしてやってくださいということで交渉させていただきまして、はい、はい、入ってもらうことになりました。ちなみにさきさんはチームヤマさんの中だったら誰が一番のお前さ、もし結婚するんだだってお前これ会って2回目だぞ。竹伸び言う、お前 目見れてないじゃん恥ずかしいんだろうな一応聞くの。鉄拳はプレイされてますすみません、流さないでもらっていいですか。一番大事な青春って言ったら鉄拳はプレイされたことは、うん、ない。なんかゲームされてたりすります、うん、FPS でバロラントというゲームをしてます。あ、バロラント、ノルさんバロラント結構やってる。アセンダントニュース。あ、PR してったよ。え、君ランクいくつ？プラチナ2。キャリーしてやる、キャリーしてやる。キモしてやるわ。キモすぎる。後で教えろ俺が運んでってやるからいやでも本当に、はい、例えばのびさんがツイ、うん、体験の配信するときとかも、うんまあ、ツイートしてもらったりとか、うんまあ、情報発信をしていってですね、そう、まあ、やっぱ目標を作りたいなと思ってまして、はい、これさ、要は先にもうカミングアウトで言っちゃうんだけど、うん、チーム山さんのアカウントって実は俺ら3人プラス山さん の、 ね、そのチーム山さんのボスがツイートしてるわけなんですよ、まあ、で僕たちからしたら僕たちがやってるっていうよりもそのちゃんとチームヤマサっていうもの側がツイートしてるっていう風に今までやろうと思ってたの。だから固い感じでいこうと思ってたんだけど、やっぱりね、圧倒的更新頻度減、うん、みんな自分たちの、そもそもあんたなんて自分のツイートすらもしないじゃん、ほぼ自分のこと見たら、ね、見たことねえよ、最近普通にタケさん、クワガタ育てますよ。そうだよ、普通は見たいよ、タケさんのこと好きな人は。でしょ。そうだから、そういうちょっと何、俺たち3人はもうその業者みたいになっちゃってるわけよ、はいはい、それを彩ってもらうためにサキさんにはチーム山さんのアカウントのもうツイート係。そうですね、例えばのびさんのこと隠し撮りしてあげるとか、何でもありですよね、うん、何でもありです。じゃあサキですみたいな感じ。チーム山さんのアカウントは全てこれからサキさんにも全部任せようと思うので、はい、もしね、これから興味がありましたら、ぜひチャンネル登録っていうか、フォローの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、たまにはね、うん、みんなにあのゲームやったりね、うん、して、まあ、なんか、うつまじくワイワイやっていけたらなと思います。はい、で、動画編集なども、まだ動画編集は、僕ら無茶振りしてるだけで、でもやってみたいですって言ってくれたので、うん、あの初心者さんではあるので、そこら辺はもう、あの温かく見守ってください、皆さん。はい、というわけで、皆様、リスナーの皆さんもね、これからサキさんのことよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、どっか遊びに行きましょう。ていうかあれだね、まあとりあえず今度チームヤマサ配信するときサキさんも配信に加わってもらって、うん、みんなでゲームやったりとか、うん、そうだね、なんかしたいね。やりましょう。うん、 FPS 以外はなんかやりますか。確かに、パソモフォビア。え、俺たちが難しすぎて、あのクソゲー難しすぎて全く進めなかったゲーム、部屋真っ暗になって、部屋真っ暗になって気づいたら、ね、ノビの音声聞こえなくなるそう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 、先生がバスモフォビア好きはちょっとでかいな。なんか、せっかくだからその やりたいこととかないですか。企画とかでもいいし、自分がやりたいことでもいいし、この3人だったらこういう風に使った方がいいかなとか、なんか、うん、みんなで協力して、うん、みんなで協力してゾンビ倒そうね。キモ。じゃあみんなでゾンビ倒そう。何のゾンビがいいの？何のゾンビ？バイオハザードかな。バイオハザード、じゃあ倒そう、みんなで。倒します。倒します。はい。はい。最後で、そう。で、サキさんはですね、うん、ヤマサネクストの社員ではなく、うん、私が、うん、のびさん、たけさんに、うん、青春を取り戻すために個人的にお願いしていることなので、何かございましたら私に直接、はい、ご連絡ください。だから要は狙ってるってこと？そういうことじゃなくて、今つばつけてる違って、
ヤマサネクストになんか問い合わせが入ってもダメだよって。なるほど、うん、そうだね。もうじゃあ何もしさきさんが何かしら問題を犯したら全部ユージさんのせいと。そうです、私が、オファーを出してチームヤマサに入ってもらったので私の監督やっちゃう監督責任です。大きいことやっちゃう。なるほど。東京でねイベントを運営したいっていう願望があるらしいから、その大きなイベントをさきさん主導のもとやってみたいですね。なんかさ一番初めにやりたいのってやっぱヤマサオフやない？すっげえ前にさ、一回やったじゃん。山さんオフ。え、ちなみに俺のツイッターのヘッダー知ってる？山さんのオフの3人の顔になってるんでちゃんと。え、山さんオフって何ですか？あのなんか巣鴨で。ああ、やったね。あのさ、告知なんかゲームセンターでやったやつ、ね。そう。忘れてたんだ。あれから何年も経ったじゃん。私たち。経ちました、ね。そうでさ、YouTube で配信してやっぱさ、会いに来たいっていう人も増えてきたやん。ああ、そうですね。そう。これか。そう。それタケさんの顔がね、違和感かわいいでしょ。タケミっていうの。ヒッて言いましたよ。僕のツイッターのヘッダーのね、これがヤマサオフのイラストだったんですけど、うん、なんかね、もう確かにサキさんにいろいろ企画してもらって、ヤマサのオフ会やりましょう。やりましょう。ぜひ。はい。はい。それでは皆さん、楽しみにしていてください。鉄拳アタック、ここまで。お疲れ様。また会いましょう。お疲れ様です。